さて、またしてもちょっと雑談なんですけどね、物覚えが悪い人っていますよね。で、私の場合はですね、なんか全般的にって感じじゃないんですよね。特にですね、人の名前を覚えるのが結構苦手で、なんていうか、特にその、やっぱり社会的にかかるのは仕事の時ですよね。まあ、仕事の時なんかは、関わる頻度が少ないとですね、やっぱなかなか覚えられないんですよね。あとはその、もともとずっとね、関わってたけれども、例えば会社変わったりとかしてね、もともとは、頻度的にはかなり高かったんだけど、転職して、まあ、疎遠になったりすると、あれ誰だっけみたいなね、風に、なんか物覚えが悪いというか、度忘れしてしまうというかね。で、私の場合は特にその人の名前でそういうことが起こりやすくって、なんかね、パッと出てこないんですよね。下手したらなんか最近は、今言ってる、まあ、仕事場でさえなんかこう出にくい時があって、なんだろうなと思ってね、こんなに人の名前覚えられなかったかなと思って、まあ、元々覚えられないというか覚えるのがちょっと苦手っていうかね、人の名前はね、なんか顔と名前も一致させるのもなかなか苦労 しましたね。だから接客業とかやってた時は本当に大変で、まあ一回だけね、来てくれた方とかね、まあそういう方は特にそうですし、例えば一回ね、接客して見積もり出してね、で考えますって言って帰られて、でしばらくして再び来られた時とかね、まあよっぽどのなんか印象深い人だったら覚えてるんですけど、そうじゃない場合はですね、なかなかこう名前ってのは覚えづらいんですよね。顔は覚えてるってことはよくあるっていうか普通なんですけど、人の名前が覚えられないんですよね。あとなんか映画見てたりとかして、特に外国人の俳優の方の名前とかね、例えば女優さんとかで、あ、この人綺麗だなとか思って名前とか調べるじゃないですか。でもその時はね、あ、そうかそうかつって、その名前はインプットされるんですけど、その後しばらくすると出てこないんですよね。最近だと誰だっけな、ナターシャ・ヘンストリッチさんでしたっけ。スピーシーズって映画知ってる方いらっしゃいますかね。まあ、そのスピーシーズって映画に出てくる、まあ、主演で女優されてる方が、綺麗な方がいて、すごくプロポーションもいい方なんですけどね。で、なんか別の映画を、見てて、ちょっとなんか、パニック映画みたいな感じなんですけど、で、まあ、どっかで見たことある人だなと思って、まあ、調べたら、まあ、スピーシーズのその女優さんだったんですよね。ああ、そうかそうかと思って、一応インプットしたんですけど、まあ、しばらくすると出てこないんですよね。アクション映画とか結構見ますけど、アクション映画の俳優さんの名前とかもゴボッと出てこなかったりするんですよね。やっぱ外国人の方の名前は特に覚えづらいのもあるけど、まあ、あんまり、まあ、日本人だからっていうのもないですね、なんかね。ちなみにアクション映画で最近私が注目してる俳優さんはですね、アクション映画俳優さんは、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、マイケル・ J ・ホワイトっていう、まあ、黒人の俳優さんがいるんですけど、もうすごいですね。もう本当、びっくりしますね、本当にね。やっぱ一昔前のアクション映画って、やっぱり、ね、黒人さんとか、まあ、白人の方もそうですけど、ガタイがいい方、もう筋肉もリュウリュウでみたいな方って、どちらかというと
こう俊敏な動きで相手を倒していくみたいな感じじゃないですよね。あの回し蹴りとかするとか、なんかそういう感じじゃなかったですよね。ところがこのマイケル・ジェイ・ホワイトっていう俳優さんも全然話それてますけど、あのものすごいあの動きをするんですよね。びっくりするぐらいあの素早い俊敏な動きで軽やかに動くし、でなおかつパワフルだし、見てて本当あのすごいなって、気持ちいいなって思いますよね。あの相手を倒していく様がね。スコット・アドキンスとかね、最近私のお気に入りの俳優さんなんですけど、まあ、そういうね、まあ、映画の俳優さんがいたりするんですけど、やっぱ覚えられなかったりするんですよね。まあ、人の名前って本当なんか覚えるの難しいですよね、本当にね。誰だったっけみたいなのがちょっとあったりするんで、前あれですもんね、あの、まあ、幼馴染なんかはもうしょうがないか、ちょっとね、もう10年以上ぶりとかにパッと会って、うわ、誰だっけみたいなのあったりしますけど、まあ、それはでもしょうがねえかな。で、しばらくして、あーって思い出すんですよね。ほんと人の名前がね、苦手なんですよね。っていうね、お話なんですけどね。なんかありません、そういうこと。自分これを覚えるの苦手なんだけどな、みたいな。なんか聞くところによると、まあ、うちのおかんに、まあ、その話聞いたことあるんですけど、私が本当に小さい頃は、まあ、父親の車に、まあ、こう乗ってて、でなんかしょっちゅう車の図鑑を見てたんですって。でなんか車の名前をもう全部インプットしてたらしくって、こう対向車がね来た時に、あ、この車は何っつって全部当ててたらしいんですよ。自分全然覚えてないんですけど、それ多分幼稚園とか、まあ、それぐらいの年齢だと思うんですよね。自分記憶にないんで。でもこうバンバン次から次へと対向車の車の名前当ててたらしいんですよ。だから興味あることはやっぱスパッと入ってくるのかな、名前に関してはね。だから車の名前とかは全然関係ないのかな。人の名前ってのはね、まあ、本当にね、なんかある意味失礼な話というかね、まあ、そういうところもあるんですけど、多分ね、それでなんか相手に不快な思いをさせてるというかね、まあ、そういうこともあったりするんじゃないかなと思うんですよね。こうパッと出てこないときに、あのこうなんていうか、相手の名前がこう自然と出てくるというかね、なんかそういう会話術みたいなのちょっと欲しいですよね、その話の流れでね。相手が自分自身の名前を言ってくれるみたいなね、その会話の流れでね、っていうなんかそういう会話術みたいな欲しいですよね。もしくは話をしてて自然とこう思い出してくるようなね、自分のこの脳みそからこう引き出しがパッと開いて名前がこうパッと出てくるような会話術みたいな、そういうのがちょっと欲しいですよね。なんかね、多分向こうも気づいてるかもしれないですけどね、ああこいつ俺の名前覚えてねえなみたいな。それは大変失礼な話なんですけど、もしあったらごめんなさいね、本当にね。ただね、人の名前がね、本当にね、なんか覚えられないし、度忘れしがちなんですよね。年取ってきてなんかより顕著になってきたんですよね、なんかね。いけないなと思いつつも、どうしたらそれがね、修正できるのかもよくわかんないですし。ということで、今回は人の名前が覚えられないっていう話でございました。なんだそれって感じですけどね。意外とね、地味に困る場面があったりするんで、意外とね、深刻に考えてたりする時もあるんですけどね。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。